いや、僕はフォードだ。ノックしたんだけど、どうやら聞こえなかったようだね。なやつな。僕はハートだ。君、僕らの勉強会に入らないか。勉強会？どうだい？嫌かい？我々1年生だけのグループで週2回集まり、それぞれが勉強の成果をまとめ、ノートを交換し合うんだ。毎日の講義に役立つよ。興味ない？いや、終わりだ。今夜徹夜でするのかい？いや、もうやめた。5時間もやったよ。じゃあ飲まないか。法律家って最高の職業さ。けどハーバードを出ただけじゃ通用しない世の中だよ。だからいい成績で箔をつけなきゃ。君出身は？ミネソタ。じゃあ大学は向こうで？そういう君は？ハーバードさ。うちは代々がそうなんだ。この僕でちょうど5代目ってわけ。名門か。ここをいい成績で卒業できればウォール街進出も夢でなくなる。勉強会次第で。人はどうだろうと、この僕はうまくやってみせる。僕の知能指数は193。大学1年の時3人のルームメイトがいたんだ。1人は天才で、1人は変人、3人目が目立たないやつ、つまり僕。ある日のことね、その天才が僕にキングスフィールド教授の話をしてくれたんだ。そして僕はライフに載った教授の記事をむさぶるように読んだんだ。確か日常生活における契約って論文。もちろんその天才はハーバードを目指したけど自分を過信したのかな。結果は点数が足りなくて入れなかった。あの天才がさ、